ラフラボ MC のアートプレゼンの四季です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回も来ていただきました、東京アートラボ代表の大島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年で10周年を迎えた東京大田区にあるインテリア用途専門のアートカンパニー、大手設計会社やデザイン事務所と連携した B2B 事業、楽天市場、Amazon をメインに展開する EC 事業、国内外のアーティスト作品を製品化するプロダクト事業の3本柱、いわゆる画廊、ギャラリーとは全く異なる立ち位置でアート業界と深く関わっている会社です。ということで、いろんな質問にいつも答えていただいているんですけども、本日もいただきました、こちらの質問になります。はい、著作権の帰属について質問です。自分の作品が自分以外の〇〇に帰属しますという契約の場合は、作者である自分は一切自由に使用できなくなるということですか、というご質問いただきました。これちょっと結構あるのかなという質問というか疑問だったり、〇〇に帰属しますっていう契約だったり、そういうコンペだったりっていうのはよく見たり聞いたりするんですけども、はい、こちらどうなんですか。そうですね、まあ、結論から言うと、この文面通りに対しての答えでいくと、一切自由に使用できなくなるという契約ですよねっていう話に、そういうことですよね、ですね、なってしまう契約内容なのかなっていうふうに思いますね。なので、まあ、質問された方がどういう意図でご質問いただいたか分かりませんし、私もその著作権の帰属であったりとか、その譲渡、著作権の譲渡っていうものに関して、まああまり前例であったりとか、そういうものがないので、まあ、あくまで、まあ、今までのケースの中での回答になってしまうと思うんですけども、はい、アートラボにのチームみたいな、そのプロジェクトで何かアートラボに作品をお預かりする、はい、その作品を製品化するっていうケースで、まあ、お答えさせていただくと、著作権は帰属しないですよっていう契約にしてます、はいはいはい、なので一応そのデザインはアートラボとの契約で、まあ、例えばポスターとか、ポスターで販売させてもらいますね、でもこれは独占しませんよっていう内容にしてます、うんうん、でないとアーティストさんがまあ、不利というか、そうです、ね、嫌じゃないですか、うんうんうん、ご自身のもの、うんうん、まあ、先ちょっと余談で実は音楽とかの話も出たんですけれども、うんうん、まあ、そういうミュージシャンの方であったりとか、うんうん、そういう絵を描くペインターの方もクリエイターの方も、うんうん、全部そうだと思うんですけども、その預けてそれがもう一切自分の自由が利かなくなるっていう契約だと、まあ、今後、まあ、そうですよね、嫌かなとか思うので、うん、まあ、東京アートラボとして何かそういうものを製品化させていただくっていう時には、そうじゃないですよっていう契約にはしていますね、うん、なので、うん、ごめんなさい、あ、はい、なのでそういうこの質問のケースでいう、うん、回答させていただくのであれば、もしその契約に文面を付け加える立場でいるのであれば、うん、その作品の帰属というものはあくまで作者である私何々に帰属しますっていうような文面を加えておいたり、その了承をその契約する企業さんなのかわからないんですけども、はい、そういうところと確認をし合う、うん、かつこういう書面に残しておくと後からひっくり返すことがなかなか難しいので、そうですよね、うん、それはまあ知識として一つ置いて、そういう文言があったらば書き足すような、ところで考えておいていただけると、こういうなんか後々トラブルになったりっていうのが少なくなるんじゃないのかなっていうふうに私は思います、ね、なるほど。じゃあ結構注意が必要というか、ちゃんと読んで理解してっていうところが大事ですよね。そうですね、わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。大島さんにいろいろ聞いていきました。次回もね、いろんな質問聞いていかないと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。